皆さんこんにちは、まちかどレモンです。お久しぶりの投稿になってしまってすいません。しばらく投稿できていない間にもう9月も終わって、2023年の手帳も各方面から次々と発表されましたね。実は今回やっぱり来年もサニー手帳を使っていこうかなと思っていた時に、私のこれまでのサニー愛が伝わったのか、サニー手帳を制作しているいろは出版さんからお声掛けをいただき、一足先に商品をご提供いただきました。いつも動画を見てくださっている方のおかげです。ありがとうございます。メインで使っていく予定のマンスリーを詳しくレビューしつつ、コレクションカバーや先行アイテムのご紹介もしていこうかなと思います。来年の手帳で悩んでいるよという方の参考になれば嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずはスタンダードカバーから紹介していきます。今年ももう随分と愛用してきたんですが、あまりに自分にしっくりきたので来年も継続ということで、こちらのタイプを使うことにしました。23年度からシルバーがなくなったのが個人的に結構衝撃的だったんですが、これまでよりも柔らかな暖色系のカラー展開が印象的かなと思います。白っぽいカラーもオイスターホワイトとなっていたり、ちょっと一癖あるカラーが可愛いですよね。ちなみにもう一つのカバータイプ、トラットカバーだとこんな感じです。実物も見せてもらったんですが、テラコッタがパキッとしたカラーということもあってか、一番目がいって好きってなりました。内側と外側でバイカラーになっているのも可愛いですよね。ちなみにサニー手帳のインスタグラムのアカウントに載っていたんですが、9月20日までに集計した人気カラーランキングはこんな感じだそうです。スタンダードカバーが1位ライラック、2位アイスブルー、3位がペールピンク、そしてトラットカバーが1位テラコッタ、2位ライトグレージュ、3位ミステリーブルーとなっています。この集計を参考にしながら、なかなかいつも自分では選ばないカラーを使ってみるっていうのもありかなと思いました。で、私が来年からメインで使っていく手帳はマンスリーのフォレストグリーンです。カバータイプはスタンダードカバーですね。落ち着いたカラーで、他に持っている手帳のカラーとも相性がいいかなと思ってこちらを選びました。早速開けていきます。今回からこのゴムバンドのところに跡がつかないよう、パッケージに透明のシートが挟まれるようになったみたいです。こういう細やかな工夫が嬉しいですよね。サイズは B6 ミニサイズで手に馴染む大きさです。中身を開けてみると、インデックス、ステッカー、ガイドブックが付属されています。やっぱりこれまで使っていたカラーとは違うので、とっても新鮮な気持ちです。ページ構成はこれまでと変わらず、年間カレンダー、マンスリーページ、インデックスページ、オーガンスプレッドノート、ウィッシュリストという構成になっています。今年度と変更した点で言うと、ウィッシュリストにあるムービーリストがウォッチリストになりました。ネット配信や YouTube など視聴コンテンツが広がってるということもあり、映画という括りをなくし、さらに使いやすくなっています。またこの ID とパスワードのリストページを一つにしたことによって、大事な情報を分散せずにひとまとめで見られるようになりました。これらはお客さんの意見をもとに改良したアイデアだそうで、ユーザーに寄り添った手帳作りになんだか嬉しくなりますよね。用紙に関しては22年度に引き続きサンライズ手帳用紙を採用しています。個人的にこの紙がものすごく大好きで、薄いけどやや張りがあってとっても丈夫で、ガシガシと書き込めるところがお気に入りです。念のためチェックしてみるとこんな感じです。フリクションともとっても相性が良くて綺麗に消えるし、マーカーを使っても裏写りが気になることはないので、自由に手帳アレンジが楽しめるかなと思います。来年はこの子を相棒にしていきます。さて、もう一つめちゃくちゃご紹介したいのがこのコレクションカバーです。超可愛くないですか。デザインはハートフラッター、プレイズハミング、ワンダージャムの3種類になっています。どれもとっても好きなんですが、一番自分っぽいのはワンダージャムかなと思ってこちらを選びました。
コレクションカバーは幸運を呼ぶイエローがキーカラーになっていて、目の覚めるようなアートワークが特徴です。手に取ってみると本当に丁寧な刺繍が施されていて、持っているだけでハッピーな気持ちになります。本当に可愛いです。引き手部分の開け閉めもスムーズで、角に丸みがあるおかげで滑らかな動きをしてくれます。この引き手部分はそれぞれのデザインによってカラーが微妙に違ってくるというのも面白いですよね。ワンダージャムは結構明るめのちょっと蛍光っぽいようなイエローで、内側の生地と一緒になっています。中身はポケットがついていて、ちょっとしたカードや小物を入れるのにも便利です。この中央には英文の片押しが入っているんですが、こう意味を翻訳するとアイデア、直感、イメージに心を躍らせて、ひらめきのイエローはあなたの味方といった内容が書かれているそうです。ちなみにこれはデザインによってメッセージは違ってくるとのことでした。中身は別売りでウィークリー手帳用にはなっているんですが、特にテンションが上がる特別なアイテムかなと思うので、気になった方はお早めにチェックしてみてください。数量限定、ウェブ限定のアイテムだそうです。あと最後に公式通販サイトの予約特典としてついてくるこのサニーオリジナルミラーもご紹介させてください。手帳のポケットに入るコンパクトサイズで、いつでもどこでも持ち運ぶことができそうです。さりげないロゴも可愛いですよね。私はスマホケースに挟んで、ちょっとしたお直し用に使っていこうかなと思っています。こちらは公式サイトからご予約された方限定でゲットできるアイテムで、期間は10月10日月曜日の23時59分までなので、お早めにチェックしてみてください。以上いかがでしたでしょうか。これまで好き好きと言い続けてきたサニー手帳だったんですが、まさかいろは出版さん側も私のことを認識してくださっているとは思いもよらず、制作過程のお話を聞かせていただいたり、社員さんは実際にサニー手帳をどうやって使っているのかということを知れたり、ますます愛が深まりました。改めて本当に自信を持って紹介できる、そして愛用したいと思える手帳だなと感じています。その他カバー違いのアイテムやデイリーなど、ご紹介しきれなかったアイテムもたくさんありますので、サイトや店頭などでぜひチェックしてみてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしています。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。